試しに付き合ってもらうぞ。お前を排除する。工作者基本。くっ。おいクソガキ、黙っていせ。ぶちのめす。許せない、ガキだなんて。私はあんたより年上よ。S 級サインの本物の実力者。俺の攻撃がどこまで通用するか。お主は失敗を考えるにはまだ若すぎるの。もう怖い顔しなくていいだろ。わざわざ君の顔を見に来てあげた。お宅はいい、さっさと来い。今この時間も無駄だ。ボフォイ、何をするつもりだ。俺を呼ぶときはボフォイではなく、メタルナイトと呼べと言っただろ。埼玉はどこだ。先生はお前に用などない。無駄だ、俺からは逃げられはしない。この前と一緒だと思っちゃダメよ。まだ生きてやがった。覚悟しろ、お前を排除する。今日は無理な頼みを聞いてくれてありがとうございます。ああ、まあ約束しちゃったからな。でも手合わせって言ってもガチじゃないんだろう。暇つぶしくらいにはなるかしら。私が一人で片付けるわよ。何が来ようが結果は同じよ。なんで逃げないのよ。あなたには関係ないでしょ。この日のために鍛錬を重ねた。試させてもらうぞ。大した自信ね。ちょっと誰よ、こんな雑魚連れてきたの。なんだこの生意気な。迷子。ここは私がやるから、今日はもう帰っていいわよ。少々腕に覚えがあるようだけど、どうなっても知らないわよ。泣き言を言ったって何も変わらないの。覚悟を決めなさい。私は地獄の吹雪、ご存知かしら。いや、知らん。おお、威勢のいいのがおるわい。わしはバングというものじゃ。よろしく。年の功ってやつを見せてやらねばならんな。シルバーファング、久しぶりに腕が鳴るぜ。ほう、こちらも気合を入れねばな。じいさん、強いんだろ。ほほ、どうじゃったかな。こっちは忙しいんだ。絡んでくんならその浮かれた脳天かち割ってやる。相手してやる、覚悟しろよ。焼き入れ直してやるよ。かかってきな。僕は忙しいんだ。一分だけ相手をして。十分だ。獅子を引き裂かれる準備はできたか。そりゃこっちのセリフだぜ。ぶっ飛ばしてやる。ただいま大好評売り出し中の A 級ヒーロー、このスティンガーを皆様どうぞよろしく。
さてと、胴体にでけえ風穴作りてえやつからかかってきな。見回りしててよかったぜ。退屈してたんだ。スティンガーちゃん、これは愛の試練かもしれない。あ、愛の試練？何の話だ？まずは半分程度の力で様子を見ようか。 S 級ヒーロープリプリプリズナー、あなたに会い脱獄成功。強い気配をビンビン感じる。いい。ソニックちゃんとは戦いたくなかった。俺に負ける要素はない。いつまでも甘いマスクさんに1位の座を譲り続けるのは尺ですからね。お相手願えますか？ゴーストタウン以外にもいるところにはいるんですね、あなたのような人。早速調査を始めましょう。いつまでもあなたを永久1位の座に居続けさせるわけにはいきません。別に居続けているわけじゃない。これは僕のポリシーだ。不満なら奪えば。待て、悪党ども。正義の自転車乗り、無面ライダー参上。町のみんなを守るため、俺は戦う。悪事は見過ごせん。ヒーローはいついかなる時も悪に立ち向かわなくちゃいけないんだ。わけわかんないこと言ってないで、早くくたばりなさい。君の胸を借りるつもりで行くよ。あんまりこういうのは得意じゃねえんだけど。落ちたら剣の道一筋うん十年、お前なんぞに負けねえよ。変やって相まみえたわよ。手加減なんてできねえからな。俺は強者しか認めねえ。お前の強さ見せてみろ。何も心配することはない。タンクトップの着こなしは完璧だ。射程の手本となるのもまた俺の仕事。このタンクトップを着こなしてみせよう。なかなかの手だれと見えた。しかしお前よりタンクトップを着こなす俺には勝てんぞ。さあ、さすがはマスター、すげえ迫力だぜ。タンクトッパーの名に恥じない日頃の鍛錬の成果を見せてもらうぞ。射程に胸を貸すこともまたマスターの務めといったこと。これは稽古ってことなんだよな。あれ、ここに1位の人来てないんだ。あなたに会いに来たんじゃないのに。僕のこと見くびってるなら考え直した方がいいよ。年齢と戦闘能力の高さは比例しないってことを教えてあげるよ。おじさん強いの？お、どうだろうな。血気盛んなのはいいけど、度が過ぎると焼けます。悪は絶対に排除する。絶対にだ。何、心配はいらない。業界の心構えを教えてあげる。俺の実力を存分に味わってもらうぞ。永久ヒーローにもなると多少は業界に幅が利くんだ。
心得者はいつでも減点してランクを含め、俺も永久の端くれ。合格者セミナーの続きの続きだ。誰だっけ。握力200キロで何もかも握りつぶしてやる。お前もインチキしてんのか。そういうやつはヒーローやめろ。俺たちと勝負しろ。いくら兄貴でも手加減はなしだ。それはこっちのセリフだ、弟よ。ヒーローなら正々堂々俺たちと勝負しろ。え、いや冗談だろ。さあどうする。ここで暴れて俺の引き立て役になるか。ここで何してる。このインチキ野郎、二度と活動できないようにボッコボコにしてやる。どちら様で。タンクトップタイガーだ。忘れてんじゃねえ。新兵器の実験を開始しよう。俺が出る必要性を感じない。今お前が話しかけているのは遠隔操作されているロボット。存分に暴れる。お前もすぐに抹消してやる。地球の意志によって生み出されたこの私を倒せると思っているのか。地球に害をなす存在にどれだけ束になろうか、地球の人を倒せはしない。何者だお前は。趣味でヒーローをやっているものだ。お前を駆除してやろう。俺は暗殺から用心棒まで何でも受け負う最強の忍者、音速のソニック。はじめに言っておく、俺は今まで戦った相手を生かして返したことはない。今後もそのつもりだ。海の底で静かに暮らしていればいいものを。哀れなやつだ。そう、じゃああなたも死んでいいよ。今日こそ貴様を殺してやる。ああ、うん、頑張れよ。私を排除するですって。あら、美味しそうな獲物だこと。食事が来たわ、吸い尽くしてあげます。おお、いたいた。俺はアシュラカブトってんだ。んじゃ殺し合いますか。俺は知能も肉体レベルもお前ら旧世代とは比較にならねえ。ずいぶんと俺を期待させてくれるじゃねえか。とっとと来な、全力でな。勝負ね。いいわよ。はじめまして、さようなら。あなた不快だから死んで構わないわよ。今確信した。さあ俺の性に刺激を与えてくれ。そのために来たんだ。俺は暗黒盗賊だ。ダークマターの頭目である。全宇宙の覇者ボロスというものだ。
この星の生物はどうも光線的らしい。面白い。最上位三戦士の力見せてもらおうか。ドラス様、この星の代表か。計り知れないエネルギーを感じる。てめえがインベーダーの親玉か。カニランテ様を前にして逃げないとは。死にたいんだね。邪魔をするなら君も一生就活できない体にしてやる。あれれ、君は逃げなくてもいいのかな。プクプクプク。どいつから死ぬか順番でも決めておけ。この星に俺と戦える生命体がいたか。いいだろう。我々の信仰に抵抗してみろ。弱小種族も邪魔をするな。謝るなら今のうちだぞ。お、なんだ。俺は何もしてねえぞ。逃がすわけにはいかねえな。